新年明けましておめでとうございます。いや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 、牛年牛手島牛です。いやテンションの上げ方やばいんだけど本当に新年だから上げていかないと。いや遅くなりましたけども、遅くなりました、お待たせしました、お待たせしました。待っててくれたかな、待っててくれたでしょ。皆さんありがとうございます。いやすいません、本当お待たせしました。まあちょっとねこういう時期だから ね意外とその取れないっていう、うん、ね、ね、ちょっとこうどういう風に取ったらいいかみたいなのを考えていたら、うん、はい、ちょっと間が空いちゃいまして。見えてんのかな。いやもうすっごいあの日の光で反射してるの、今年一発目の動画です。もうやばいよ。じゃあ今日はちょっと、はい、もうお正月はとうに過ぎましたけども、はい、習字を、そうこれ、はい、書き初めをしたいと思います。お正月っぽい、あのちっちゃいね、あの習字道具をちょっとね、あのネットで探してみて、はい、このちっちゃすぎない、見えるかな、これすごい可愛いでしょ。音から出せって話ですよね。可愛い、ほら可愛い、いろんな種類が。そうなの、開けてみて、これを使うと小道具と書いてある。中開けるとちっちゃいね、筆とか入って、あ、かわいい、かわいい、あ、これ色違う、ほら、中のすずりが、こんな感じで、まあ、筆は使えるんだけど、あとはね、あの、レプリカらしいので、文鎮とかあるじゃん、ちゃんと。そうなの。で、それに合わせて、この、まあ、紙なんだけど、これに書いていきたいと思います。はい。どれがいい？習字セットに。5個ある。どれにする？いいよ。好きなの。つる。つる。オッケー。じゃあつる。いいとき。じゃあ私推薦。1月の花なんだって推薦。あ、そうなの？これにしまーす。あ、半紙もついてたの。いや、これ手で切った。おお。本当はでもさ、普通下にあれをなんていうんだっけ、あの下に引くやつ。ああ。下敷きみたいなね。うん？下敷きみたいな。そう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 。あれをちょっと引かなきゃいけないんだけど、まあいっか。じゃあ今年の、はい、目標というか、漢字一文字、はい、どうしようか、どうしまーす、なんだろう、やばい、考えてなかった、ちょっと待って、どうしよう。今年ね、一言いいですよね、うん、ここでちょっとちょっとつけて、ここでシュッシュッシュッってやるのどう？ちょっと手が震える。あ、牧場の匂いする。ほんとだ、書き初め。さあ何しよっかな、懐かしい匂いがするよ。どうしよう、ちょっと待って、思い浮かばない、漢字がわかんないよ。調べる。調べる。ある。ごめん。はい。ありがとう。はい、よし、行ってみよう。行ってみよう。書けるかな。横にさ、うん、名前入れよう。はい。これ軽いな。軽いね。あ、でも書けるね。はい。書道五段持ってんだけどな。え、そうなん、すごい、ダメだ。やばい、やばいな、すごいバランス悪い、今年もダメだ。あれ、漢字合ってるかな、これで。ね、分かんなくなる。こういうことよ、漢字書かなすぎてさ。あれ、ダメだ、名前グシグシってなってるわ。なっちゃう。名前言って横だよね。うん、左でした、ここだよね、うん、なんかちゃんと書けた、はい、味があっていいです。嘘、ちょっと待って、漢字むず、無理かも。
いや、ちっちゃ。あー、これ筆がファサファサしてますね。うん、ちょっとし、もうぐちゃってなるけど、いっか、うん、雰囲気で、うん、味があっていいと思います。よし、いや、ここじゅついた。手にめっちゃついてんじゃん。え、なんで？わかんない。お、いい、いいじゃん。え、いいじゃん。いいのできたかもしれない。ちょっとずるいじゃん。で、一緒に出す、うん、せーの、こちら、どーん。あー、いいね。私もこれにしようと思った、一瞬。これ合ってるかな、感じ。なんかわかんない。笑顔の。え、笑う。笑う。私は、癒し。うん、必要。もう、これはほんと今年のテーマ、この二つだよね。ね。で、笑えることを見つけて、うん、で、そこで癒されて。もう、こういうことをね、あの、家の中でも行ってください、ぜひ皆さん。心が健康になればね。そう。免疫力も上がりますから、心身ともにね、うん、大事。もっとまたパーパーじゃん。ない、やっぱだから着ればいいじゃん。着ない。あ、でも今日気づいたよ、外跳ねしてるっしょ。気づいた。さすがじゃん。後ろ跳ねてた。私ほら、ちょっと待って、外跳ねしてる。気づいた。ほら違うの、変化つけてきたじゃん今年。これなんでかって、うん、全然回ぐらいマリちゃんがやってたの。いつよ。全然回ぐらい。髪今伸ばしてんのよ、ちょっと。2021はほら、ね、私もさ、うん、ちゃんと恋愛もしたいし、あ、なんかちょっとこうずっと髪短くて、ちょっと若干女子受けを狙ってたんですよ。うんうん、おお、短いのはね。短くても長くても別に女子受けしないから。そんなことないでしょ。気づいたらもう。やっと2021年に。そうだからちょっと私らしく好きな髪型しようと思って。別に誰も狙わない好きな髪型を。好きな髪型じゃなかったの？うん。嘘。あんま短いの好きじゃない。結構それ新事実なんだけど。あ、マジ？いや、好きでやってると思ってたの。全然。あ、その好きになってほしい髪型だったんだ。そう。そういうことなの、うん、いや、ちょっとこれは初めて聞きましたよ。これお仕事のためにわざわざ短くしてたの。やっぱ長いと、どうしてもグラビアとかをこう主体でやってると、ちょっとエロエロしさが出すぎて下品になっちゃうから、ちょっとこう、万人受けする髪型にしてまして。そうなんだ。でもね、言っときます。うん、何をしても万人受けしない人はしません。そんなことない。気をつけてね。本当にね、そのね、自信のなさ直した方がいいよ。いるんだから、万人受けしてんだから大丈夫ですよ。さあ、じゃあ今年もそう、抱負で、もう一個自信の字とかにしようと思って。あ、じゃあ書いて書いて、はい。自信って書くか。あ、もう一個ね。なんだろう。もう一個。牛とか書かなくていい。牛？もうとか書かなくていい？いやいや、なぜ書く？鼻です。すげえつまんなこと言ったんです。でも今年は牛だから、モーニング娘さんたちにやっぱり頑張ってほしいですね。本当ですよ。名前もね。うん、そうそう。しかもやっぱ21は恋愛レボリューション21の曲もあって。聞かせてよ。わうわわうわ聞かせてよ。わうわ何を。私マリちゃんに初めて会ったロケの時に、うん、目の前で、うん、わうわわうわって歌ったの、うん、その雑に歌うなってすごいマリちゃんに突っ込まれた。ロフトだったかな、あれは。どっかのロフトのロケで美顔回る。テージがすっぴんになったやつ。スピンの前です。結構覚えてくれてましたね。あれすごい印象あるロケ。ね、しかもね、これ聞いてほしい、ね、初めてのまるちゃんとのすごい一日ロケみたいな感じ。他の子も行ったけど、うん、だってその日誕生日だったの。はいはい。で、矢口さん、うん、初めてですけど私今日誕生日なんですよ、うん、って言って、なんでって言って、私これ欲しいですって言って、1万円ぐらいするなんか痩せる機械みたいのをロフトで選んで、これって言ったら、なんで買わなきゃいけないんだよ初対面なのにみたいな言われて、もうとか言って本番終わったの。
で本番終わったらそれ買っておいてくれて、あれデジって言って、え、本当に買ってくれたんですか、いいよ誕生日の私おめでとうって、え、嬉しい、もう男前やん私、カメラ回ってないところで私、はい、え、マジですかとか言って、マジで、あ、すごいな矢口まりってと思っても1万円もすんだよ、しかも初対面だよ、あ、違う、グイグイ行ったからじゃない、でもね、その時に、うん、まあ、まだ電話番号教えてくれなくて、あ、そうだっけ、うん、連絡先教えてくださいよって、うん、まだ早いからさすが男前やな、さすが、なんかしっかりしてんなと思ってそっか、その後か、楽しかったな、ね、できました、うん、二文字目、お、これです、頭？頭。なんて書いたの？自信を持つ。そのまま書いたね。はい、そのまま書きました。まあ、私は今年はちょっと頭脳戦でいこうかなと。え？いやもうね。それ以上どうすんの？え？それ以上どうすんの？いやでも本当に頭を使わないと今年はやっぱりぼーっとしてただけじゃいろいろ大変になりますよ。うん、まあ、番組もそうだし。うん、あとは、まあ、私生活でも、うん、まあ、どうやっていかに、うん、どうやって楽しく過ごせるかとか、うん、やっぱね、頭を使っていかないといけない1年じゃないかなと。わかる、ね、なんか自分で切り開いていかないと、今までの感じで生きてたら多分置いてかれる。そう、ね、いい、やっぱ持ってんな。何がよ、うまいわこれ。違うのよ、丸文字なのよ多分。すげえかわいいじゃん。いや習字の世界だったら怒られるやつよ。いやいやいや、売れるよ。売れねえわ。売ろうよ、メルカリに出そうよ。いやだね、売れないよ、売れるよこれ。いや楽しいよ。ちょっと来年の頭もやろう、やろう。来年どうなってんだろうね、まあ、今から考えてもあれなんだけど、字がしっかりしてるよ。濃いもの、あの墨の使い方が。あれ？薄くね？お、え、これ使った？はい。え、なんでこんな薄いの？え？え？グレーやん。はい。同じ墨使ったっしょ？はい。いや面白いわ。ねえ、もう習字が薄くなるってどういうことなの？いや持ってるのはあなたよ本当に。すみません、なんかすごいね。こういうところも自信持っていこうと思います。そうね、ちょっとね。はい、2021年もよろしくお願いします。お願いします。いや薄いな。薄いよ。ほらもう見えないもん。薄いよ。